岸和田電機館は、かつて存在した、日本の映画館である。1917年、大阪府仙南軍岸和田町北町に、電機館として開館した。1940年前後の時期に、道府堺市に、電機館を経営する、泉谷虎吉に経営が移り、第二電機館と解消した。第二次世界大戦後は、 関西影響が同館を経営していたが、1967年に、小区関西工業に経営が変わり、小区の直営館になった。1974年に閉館した、岸和田館に次ぎ、市内で2番目に古い映画館であった。1925年当時のユニバーサル映画の目玉作品、バグダッドの盗賊の米国版ポスター。1917年、 大阪府千南郡岸和田町北町28番地に電気館として開館した。同年12月発行の記念マレコードには同館の館形なが掲載されている。当時の岸和田町内には1913年1月に開館した岸和田館が北町に隣接する境町にすでに存在していた。道館の公開当時の詳細は不明であるが道館の立地した北町は 奇襲街道に面した商業地区であり、鉄道開通や紡石工場の起こる以前から発展していた地区であった。1920年代に入ると、下助町に吉野クラブも開館しており、1922年11月1日、岸和田町は市政を施行して、岸和田市になった。1925年に発行された日本映画年間大賞13.4年には、同市内では、 同館と吉野クラブの2館のみが記載されており、同館では、ユニバーサル映画が日本で配給するアメリカ映画を、吉野クラブでは、帝国キネマ演芸及び東和キネマの作品を上映していた。昭和に入ると、岸和田宝石の社員寮敷地に建てられた泉座、同館に近い乱館橋の朝日座でも映画を上映し始め、松竹キネマの上映館であるこれら2館のほか、同市内では、 岸和田館が日活、吉野クラブが帝国キネマ演芸、そして同館は牧野プロダクション作品を上映した。1929年に発行された日本映画事業騒乱昭和3.4年版によれば、当時の同館の経営者として西田源次郎の名が記されており、支配人は西田が兼務していた。1930年には、仙南軍春木町に、 春陽館、1935年1月には、道市内北町に、山村劇場、1939年2月には、道市内本町に、東方映画直営の岸和田東方映画劇場が、開館している。道市に近く、かつ、古くから栄えた道府堺市には、道館よりも早い時期に、電気館が開館していたが、これを経営する、泉谷とラキチが道館を参加に収めたため、 1940年前後の時期に同館は第二連機館と解消している。1942年には第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が同年2月1日に設立された社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が紅系、白系の2系統に組み入れられるが、同年発行の 映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記載されていない。当時の同館の経営は、泉谷虎吉、支配人は小林茂、観客定員数についての記載はない。戦後はいち早く復興しており、1950年に発行された映画年間1952は、同市内の欄に、東方、大英の二番館である春陽館。 東方の三番館と洋画を上映した、山村劇場、大英の三番館である、岸和田館、セントラル映画社系の岸和田セントラル、東方の三番館であり、ヨーロッパ映画も上映した、岸和田東方劇場、そして、同館の六館が記載されている。同書に売れば、当時の同館の経営者として、岩崎春吉のみの名が記されており、観客定員数は400名、工業系統は、 松竹の2番館であった。岩崎春吉は松竹キネマ出身で、戦時中は社団法人映画配給者にあって、関西支社次長、中部支社長と営業畑の住職を歴任し、戦後は1947年に梅田シネマを設立して社長に就任したが、2年後に OS 映画劇場に買収されたため、関西影響を新たに設立した人物であった。 道館は岩崎が代表を務める関西営業が経営した。したがって道館は泉や虎吉の手を離れており、堺の電気。1950年代前半に木造2階建てから鉄筋コンクリート2階建てに建物を建て替えている。1957年4月24日には、梶谷町の繁華街に岸和田大英が開館し、大英二番館として工業を開始している。 これによって、山大劇場、吉野倶楽部、同年に、岸和田東映劇場と改称した、山村劇場を含め、同市内の映画館は、合計9館の時代を迎える。1959年には、同市内の岸和田東方映画劇場の経営が、変わって、洋画系の映画館になり、岸和田東洋劇場と改称しているが、この時、同館が、東方系の興業を引き継ぎ、 松竹系と並行して上映した。1961年には、堺電機館が閉館したが、同館の名称は第二を冠したままであった。岸和田市内では、堺電機館と同じ1961年には、山大劇場が閉館し、1962年には、春陽館、吉野クラブ岸和田東方映画劇場の4館が閉館。 同市内の映画館はわずか5館に減った。1966年には、岸和田セントラル劇場が、岸和田東方セントラル劇場と解消、東方の風切り館となったため、同館は東方系から離れ、小畜及び洋画の上映館となった。1967年に1月には、従来同館を経営していた、関西営業が、小畜関西工業と契約を結び、 小区の直営館になるとともに、岸和田電機館と改称した。同名称は、開館以来、他区の電機館と区別するために、しばしば使用された通称であった。同年の小区は、3月25日公開の、宇宙大怪獣ギララ、4月15日公開の、若社長大噴泉、6月5日公開の、知恵故障、8月5日公開の、喜劇一発、勝負、 9月2日公開の無理心中日本の夏等を制作、配給している。松竹90年史及び松竹110年史には、この時、松竹関西工業参加となった映画館として、岸和田松竹が筆頭に挙げられているが、該当する映画館は、同時代の資料には、同館以外には存在しない。1974年には閉館し、約60年もの歴史を閉じた。 翌1975年には、岸和田東方セントラル劇場も閉館しており、同市内の映画館は、薩淳次郎が経営する、岸和田東映劇場のほか、童和商事が経営する、岸和田大劇、岸和田日活劇場及び岸和田スカラ座の合計4、館だけが残った。Google ストリートビューによれば、2009年7月、現在の道館跡地は駐車場である。 ありがとうございます。